どうもこんにちは、一流のあつやです。一流のたけるです。一流一流のりょうです。二流のたけるです。お願いします。ということでね、まあ、前回の動画で、まあ、こう俺たち4人全員で、まあ、こう YouTube 活動をめでたく開始することが決定したんですけれども、まあ、今日はね、まあ、自己紹介兼、まあ、僕たちの悲しすぎる共通点の一つ、まあ、全員留年してる、まあ、4人合わせて一流五流なんですね。まあ、もうそこはもう仕方ないんで、ネタにしていくしかないんで、まあ、そういった留年理由とか、そういったものを、ね、一個一個掘り下げていけたらなというふうに思ってます。じゃあまず、たけひろから。まあ、たけひろってだけど、1番、名前。たけひろです。2番、留年数お願いします。一流です。3番、なんで留年したかお願いします。まあ、とにかく出席をしなかった。テスト 100% の単位ばっかり取って、授業行かずに、テストも行かずに落胆する。それを4年繰り返したところ、5回転になってました。留年をしないためのアドバイス。テスト 100% でも出席しましょう。てか、そもそも、テストに行けよ。テスト取んの話にならない。勉強しよう。せやな。4番、座右の銘を。レッド・イット・ビーで。意味はなるがままに。まあ、なるがままの5年生ということで、ね、じゃあ最後 YouTube に対する意気込みをレッドイットビー、なるがままにね。まあじゃあ次りょう、まありょうって言ってるけど1番名前お願いします。名前はりょうです。2番留年数、まあ、これ留年は1年やけど僕だけ全員の中で浪人してるっていう一浪一流と非常に悲しい話なんですけど、なぜ、まあ、じゃあまずなぜ浪人したの。まず浪人から、まず僕らはこれ高校一緒なんですけど、その時僕高3になって自分だけまあまあいいとこ受験しようとして、やめろ俺らアホみたいやんけ。でもで遊びすぎて塾行かずで、まあ何もせずになぜか志望校だけ変えずに電気工業同じとこ受けて滑る。まあ当たり前滑り止めは受けず普通。まあそ当然の流れ、当然。まあそんでは晴れては一浪していきたいところに行ったのに、なぜ留年しちゃったと。でも僕そこでサークル入ってチャラチャラしようとしたら気づいたら部活入ってて、なるほど。で僕の部活が夜中までやってるから朝行かず、飲み部ね、武尊と一緒に学校行かず、ただ遊ぶ。このサイクル繰り返したら一浪一流。留年しないためには、じゃあ浪人しないためには、浪人しないためは、うん、こんな友達は作らないと思う。まずは人付き合いよね。人付き合いは大事。で留年したいためには、留年か部活入らんとこ。部活入って留年する。じゃあ次座右の銘は。座右の銘はやる、うん、何やろう、うん、思い立ったがすぐ行動。やっぱり。何でもやりたいことはもうすぐやってる。やりたいことをすぐやったがゆえの一浪一流ということで、まあ、残念ながら人生うまくいかないんですけど、最後は YouTube に意気込みを、やると決めたらやろう。なるほど。まあ、流出を広げることになっても、はい、やりきりましょう。じゃあ次武井、まあ、武井って言ってるけど、はい、まず名前からどうぞ。武井です。なるほど。留年数をお願いします。留年数は、一応、まあ5年生やから一流やけど、まああと1年もあるよ。なるほど。ストック単位数的に無理やから6年目。なるほど。それはまあ二流。留年をストックしてるわけないですね。留年なぜじゃ二流してしまったか。そうですね、やっぱ大学入ってどういう考えやったんか分からんけど、全く友達作らずに学校も行かずに、でももちろん学校も行ってない友達おらんかったらテストの資料はマジでないから勉強しようもない。とりあえずテストは飛んだのもあるけど、普通に受けに行って普通に落ちてるのばっかり。まあそれを繰り返したら、まあこんな感じで5年プラスあと1年みたいな感じになっちゃいました。だってお前大学で喋れる人も担任の先生だけやもんな。一人であの喫煙の友達がおったけど、まあ普通に卒業していったんで。そういった一、まあ、人の喫煙の友達と担任しかおらなくて、同い年の喫煙の友達おらんくなっちゃったから、もう言うて担任しか大学に知り合いがいないと。そうですね、やっぱユニバーシティ生活は友達が大事なんでね。いやほんまにそう。こいつは友達作って失敗したらしいんですけど、まあいい友達を作ったらね、まあ留年はしないんじゃないかと。知り合いの友達はね。座右の銘は、座右の銘は一石二鳥。一石二鳥、一流したら二流もついてきたって一石二鳥もある。そういうことではないねんから。まあ、二流得てもってるから。
A もん2つ得れるようにで、やってきた、やってきたい、マジで、うん、YouTube の意気込みが YouTube の意気込みは、うん、そうですね、まあ、座るとかには一生懸命やろうかな真面目か二流のせい真面目ぶんなよ後の祭りやで、お前やるとこやるから、うん、じゃあ、最後はアツヤ、まあ、アツヤって呼ばれたから、まあ、名乗るんやけど僕はアツヤですで、留年数は1でも、なぜ留年したかはまあ、ちょっとまあその話せば長くなるんやけど実は僕去年の前期の段階で単位は足りてるんですよだからまあ4年前期、まあ、さこの間の動画で話したけど就職活動があって、まあ、その就職活動でやっぱ俺が舞うステージはまあこういうとこやろと思った企業まあ日本のなんか就職偏差値ランキング、まあ、なんか上位なんかこう15社ぐらいに入るところを5個だけ受けてどっか通るやろと思ってまあどこか5個も受ければ俺の素晴らしさ分かるとこあるやろと思って受けますはい、全部滑った。で、まあ、行くとこないと卒業できないので、留年しました。がしかし、その反省を生かそうと思ったけど、なぜか、まあ、やっぱ頭が湧いてたんですよね。反省が生きず。今年はちょっと生かして、まあ、こう、8社ぐらい受けたんですよ。8社ぐらい。これ9やけど。8社ぐらい受けて。悔しい。で、なんかまた全部死んで、ちょっともう人生、どうしてたらいいかわからんっていうのが現状。なんで、まあ、このアドバイスとしては、やっぱ身の丈を思い知った就職活動これはほんまに大事チャレンジ5個しても無理やからその、まあ、打倒とか、まあ、こう滑り止めとかそういうのしっかり絶対受けた方がいいっていう、まあ、こう案外まともなアドバイスを残して、まあ、座右の銘としては、まあ、明日は我が身痛いほど染みる染みるわバカにしてたもん俺らもあ、そう、我が身、ほんまにもうこいつらのことをお前ら留年確定してキンキンキンっつって馬鹿にしたら明日は我が身なんならこう、でも二流も見えてる明日は我が身もう明日は我が身だけはもう身に染みて YouTube 戦の収穫しろよまだあれやろ明日は我が身ということをみんな身に染みてくれたなというふうに思ってる、まあ、YouTube に関する意気込みはまあこう本当に普通に今僕が作ってこういった誘ってやっていってでもみんなで楽しく頑張ってまあ合流できるくらいの金稼いでまあ、派手に遊んできたらなと思うんで皆さんチャンネル登録とかよろしくお願いいたしますお願いしますお願いしますお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうグッバイバイバイ